ファトゥス同士の協力だって？よくも俺を騙して好き勝手やってくれたね。目的のために小さなことを気にしてはダメよ、講師。あんただって取引や計画を無視して楽しく暴れてたでしょ。あんたらしいわね。あら、あんたの知り合いが来たわよ。あ、勝利と講師だ。それと、お前、あの時のファトゥス。あんたたち、銀遊詩人の国で会ったわね。私の名前を覚えてるなんて褒めてあげるわ。まあ、大切なものを奪われる友人をただ見てることしかできなかったわけだし、忘れるわけないわね。落ち着けって。黄金屋での一戦みたいなのはもうゴリゴリだぞ。11執行官のうち2人もいるんだ。戦わない方がいい。いや、黄金屋での戦いは実に楽しかったね。また会えて嬉しいよ。ふん、お前がファデュエの執行官だって知った時からお前を信用すべきじゃなかった。まあまあ、確かに俺は君たちを少し騙してたけど、旅人に対して悪意はなかったんだよ。まあ最後はちょっと本気でやり合ったけど、これまでの協力関係は楽しかったじゃないか。そうだろ。立場が違うから君のことを根に持ったりはしない。もちろん君たちが俺を憎んでも俺は構わないよ。むしろ勝利先生と淑女の方こそよくも俺を騙してくれたね。それは今はそれよりも早く任務を続行するのよ。約束通り、あんたの神の心を取りに来たわよ、モラクス。何の話だ？契約は成立した。何時に渡そう？ずいぶんと上から目線ね。何？勝利が漢王帝君だったのか？いやいや、それ自体がびっくりだけど、なんで神の心をファディにあげるんだ？あげたんじゃない。契約に基づいた取引。俺と氷の女皇の取引だ。集めて極限になるまで圧をかけて爆発させる。まさに彼が望んだものでしょ。俺が説明しよう。知っての通り、俺は6000年以上生きてきた。仙人たちと共にリーウェイを作ったのは3700年前のことだ。渦でうがつことのできない岩も時間に洗い流されれば摩耗する。まだその日じゃないと今まで見て見ぬふりをしてきただけだ。しかしある日、俺はある商人の部下への言葉をたまたま耳にした。君は君の責務を果たした。今は休むがいい、と。その時、俺は自分に何度も問いかけた。俺の責務は果たしただろうか、と。勝利。神の座を降りると考え始めた時、俺には離れられない理由が多すぎると気づいたんだ。神と共にあるリーウェ、次の時代に入る準備はできただろうか。俺はそれを観察する時間と、そして決意するきっかけが欲しかった。だから偽りの死を計画し、講師
仙人リーウェ七世を巻き込んだ。ああ、ずっと手中にあった神の心もついに使い道を失うこととなった。その通り。だから今まで神の心を手元に取っておいた。つまりもし取り返しがつかないことになってたら、お前は神としてリーウェを助けてたってことか。当然よ。それくらい彼にとってはお茶の子さいさいだもの。まさに親を失った子が急成長するかのように、このリーウェも神の死によって成長したのよ。今回全ての件の結末は俺の予想以上にうまく解決した。隠居していた仙人たちも情報量が最も少ないのに最大限の自制を見せた。七星と共に危機に立ち向かい、民の心を理解しようとした。そちらの宿女も標人との契約を果たす使者として俺の要求を聞いて、取引のことを誰にも言わなかった。孔子殿にもね。俺自身は凡人の勝利としてリーウェの伝統を守った。共に旅をしてくれたこと感謝するぞ旅人。何もかも俺の計画だ。唯一俺の予想を超えたのはリーウェ七世が取った行動だ。リーウェを守ってくれればいいと仙人たちと同じ期待をしたが、まさかこのまま神に取って代わり俺の死を利用してリーウェを管轄下に置くとはな。あんまりめでたいことに聞こえないぞ。いいことだと思うぞ。少し早すぎるかとも思って心配したが、彼らは俺の期待を真摯に真剣に答えてくれた。あのさ、勝利先生、散々俺を騙してたのに何も言ってくれないの？礼を言ってあげたらどうかしら。あんたが起こした騒ぎがなければこうはならなかったわ。元神はあんたに感謝すべきね。あんたが魔人を召喚して戦わせていなかったら、元神が数千年も手にしていた石ころ、リーウェもダイヤにはならなかったでしょ。誰かが俺に皮肉を言ってる気がするんだけど、気のせいかな。そうだけど、今のリーウェにとって君は恩人で、俺は大悪党だ。神の心は手に入れたし、これ以上の滞在は無意味ね。スネージナヤパレスに戻らせてもらうわ。はあ、勝手にすれば。俺は同行するつもりはない。勝手になさい。最後に聞きたいことはないか。ふむ、取引は平等が大事だって言ったよな。でも神の心ほど価値のあるものって他にあるのか？普通に考えたら確かにないな。はあ？だが俺は契約の神。数千年間俺は幾千万の契約を交わした。利益のない取引などに俺は手出ししないぞ。標人との取引は俺が元神として最後に結んだ全ての契約を終わりにする契約だ。かの氷の女皇が一体どんな代価を支払ったかについてはお前自身の手で答えを明らかにするといい。